中日ドラゴンズ立浪監督が秋季キャンプの MVP 選手を発表しています。来シーズンに期待の4名の選手の名前が挙がっています。かなり意外な選手たちの名前も挙がっておりまして、このあたり見ていきたいと思います。秋季キャンプの MVP、 まず1人目名前が挙がったのが梅津投手です。投手の秋季キャンプ MVP としては唯一ピッチャーの名前が挙がっていると、それが梅津投手ですね。非常に安定した投球練習も含めて来年期待できるなというものは見せてくれたというふうに立浪監督コメントしています。トミージョン手術から復帰した今年なんですけれども、これまでよりもやっぱり投球の安定感、そして制球力、このあたりが3試合ですけれども向上したかなというような印象がありました。今シーズンは1軍で3試合投げて防御率が 0.95、 19イニングで四球が5つ、奪三振率 5.21、 被打率1割4分5厘という成績になっています。奪三振率はこれまでよりもちょっと下がった一方、その分だけ四球率が下がっているというような印象がありますね。来シーズンは開幕からローテーションでバリバリ投げてほしいと、そういったピッチャーですね。梅津投手はキャンプを振り返って、球数を投げて予定していたトレーニングもしっかりできました。来年は中6日で行けますよとアピールもできたと思いますというふうにコメントしていて、やっぱりこのキャンプしっかりと充実したもので、自身にも手応えがあったというようなコメントになっています。この梅津投手は紅白戦でも5回無失点の好投を見せているということで、もう手応え十分という感じですね。そして立浪監督もこの梅津投手に関しては来シーズン1年通してしっかりと、開幕から活躍できるように、このキャンプでは飛ばしすぎず、1年を想定してしっかりとトレーニングをしてほしいというふうに語っていたわけなんですけれども、そこがしっかりできたということになっていますね。中日ドラゴンズが来シーズン順位を上げるという上では、やっぱり梅津投手がもう開幕からしっかりローテーションで投げて、2桁ぐらい勝ってくれる防御率で言えば、2点台から3点台前半ぐらいは記録してくれると、こういったところがもうある程度前提条件になりつつありますから、来シーズンはなんとか期待通りの活躍してほしいですね。では続いて立浪監督、野手の MVP についても言及ということで、こちら見ていきましょう。秋季キャンプの MVP として野手は3名名前を挙げているんですけれども、その一人が細川選手です。細川選手に関しては前半本当に素晴らしかったんですけれども、後半初めての経験で調子を崩したこともあった、これはシーズンの話ですね。当然相手にも研究されたということがあるんですけれども、彼に関してはさらにその課題をなんとか克服しようとしていた、現役ドラフトでこのチームで終わるかもしれないというぐらいの危機感を持っていた選手ですから、練習できる体力もそうですけれども、やっぱり取り組み姿勢というものは素晴らしいものがある。まだまだ上達してくれると思っていますというふうにコメントしています。確かにこの細川選手、夏場には小さなスランプがあったりとか、少し打てない時期っていうのが何回かあったんですけれども、そこを一つ一つしっかりと乗り越えていったと、そういった印象がありまして、最後までなんとかレギュラーとして出場を続けたというようなシーズンになりました。ラストの9月に関してはホームランは6本出たんですけれども、打率で見るとやっぱり1割台とちょっと確実性に欠いた部分がありまして、来年に向けて課題は残っているっていうのも間違いないと思います。細川選手も、今もずっといいものを探しながら修正しているというふうに語っています。現役ドラフトで加入したわけなんですけれども、 DeNA で結構長い期間苦労していたということもありまして、年数としては比較的重ねてはいるんですけれども、年齢としてはまだ20代中盤ということですね。まだ25歳の選手ですから、これから何シーズンも主軸として活躍してくれるということを期待したいですね。そして来シーズン、この中日が順位を上げていくという上では、細川選手がもう主軸として今年と同等の成績を残すというのは最低限として、このあたりっていうのをクリアしないとなかなか順位が上がってこないというような状況になりますので、細川選手には来シーズンも期待したいと思います。では続いて立浪監督、野手の MVP には意外の選手の名前も上がっているということで、こちらも見ていきましょう。野手の MVP、 2人目名前が挙がっているのが鵜飼選手です。ドミニカのウィンターリーグに派遣されたんですけれども、すぐに帰国となってしまったこの鵜飼選手ですね。今シーズンは2軍では一定の活躍を見せたと、一時期いい時なんかものすごいいい成績残していましたし、1軍に結構調子がいい時に上がったんですけれども、それでも1軍の壁に大きく阻まれてしまったという印象があります。2023年41試合の出場で1割4分3厘、ホームランが3本、5打点、出塁率1割7分、OPS423 と、1年目よりも1軍での成績は落ちてしまいました。鵜飼選手は自身の課題として、1軍でのメンタル面、ここを結果が出なかった最大の要因として挙げていて、このメンタル面の強化っていうところにはかなり力を入れて取り組んでいるというふうに話しています。
やっぱり井端さんも2軍で、まあ、しっかりと1軍の課題を持ってプレーをして、同じ心境でまた1軍で戦っていかないと、やっぱり結果が出ないというふうに話していて、このメンタル面っていうのはすごく重要になってくると思います。そして鵜飼選手、やっぱり自分は打てなければ試合に出れないということですね。秋季キャンプでは打撃の強化っていうところに取り組んでいます。とにかくたくさんの量を振り込んで、スイングから無駄な動きを排除していく、ここに取り組んでいるという話があります。そしてやっぱり和田コーチからも徹底的に指導を受けていて、スイングのお手本を見せてもらうとか、そういったところにも取り組んでいて、スイングの改良のテーマとしては、やっぱり首脳陣からも課題に上がっているミート率を上げるというところですね。下半身主導のスイングで振り回さなくても飛ばせると、ここをテーマにしてスイングの改良をしているということですね。鵜飼選手はやっぱりもうパワーは本当に申し分ないというところですし、来シーズンはレフトまだ誰が入るかわからないですし、ファーストも空きがあるという状況ではありますから、来シーズンは準レギュラーぐらいの活躍っていうのは、なんとか期待したいですね。1軍でもホームラン2桁ここまで期待したいと思います。では続いてもう一人意外な選手の名前が MVP として上がっているということで、こちらも見ていきましょう。秋季キャンプ MVP として野手3人目名前が上がっているのが浜選手です。昨年のドラフト5位で入団した選手で、2軍ではショートを中心に内野手として起用されました。2軍では88試合の出場と、1年目からかなり起用機会与えられているんですけれども、打率としては2割5分、ホームランが1本、盗塁が6つ、出塁率2割5分、クリーン、OPS515 という成績になっていますね。やっぱりバッティングの成績もそうですし、盗塁の数も、売りの足がなかなか活かせていないということで、ちょっと物足りない数字には終わっていますけれども、中盤以降で大きく成績を上げていて、来シーズンに向けて少し期待できるというような成績になってきました。内野経験がかなり浅いということですね。2軍でのショートなんかの守備率もかなり低かったということもありまして、もともと独立リーグ時代も本職であった外野に戻るというようなことになりました。立浪監督は、彼の守備と肩は非常にいいアピールになったということですね。外野に転向してから迎えたこの秋季キャンプでかなりこの面を評価しています。浜選手はまずはダイソー守備固め代打とチャンスを増やしていって、それを掴んでいきたいというふうに語っています。この立浪監督のコメントからしても、やっぱり守備走塁要員、今で言うと後藤俊太選手とか加藤翔平選手とか、このあたりの枠をなんとかまずは取っていって、そこからスタメンの出場機会を増やしていくというようなステップを踏んでいくことになると思います。そして立浪監督は来季に向けて浜選手筋力アップ、そして走力のアップ、ここを課題として課しているという状況ですね。やっぱり浜選手まだまだ細身ですし、足としてもこの2軍で6盗塁ということですね。まだまだ物足りないと、盗塁もできるダイソー、そして長打も出る代打として、将来的には期待したいというようなところですね。浜選手自身も守備は外野の方が自信があるというふうに語っていて、来シーズンはまずは1軍デビューに期待、そこからバックアップの選手として入っていって、将来的なレギュラーの獲得、ここまで期待したいと思います。以上です。